チェコ共和国軍は、チェコ共和国の軍事組織である。1918年、第一次世界大戦の結果として独立した、チェコスロバキアの軍として編成された。1939年、チェコスロバキア併合が行われると軍は分散し、ポーランド軍、フランス陸軍、イギリス空軍、イギリス陸軍、赤軍に加わった。1945年末には、 4個飛行隊がイギリス空軍からチェコスロバキアに帰還している。1950年代から1992年までチェコスロバキア軍として知られた。これは1945年に試算していたチェコ及びスロバキアの軍人がチェコスロバキアに帰還し、1948年のチェコスロバキア政変により西側諸国に属した軍人が追放されたことに始まるものである。 なお、チェコ事件においては何だ抵抗を行わず、事態終結後にソビエト連邦によって再編されている。冷戦を通じてソ連製の兵器を主軸に自国産の兵器で保管する体制をとっていた。特に全近代から工業化が進んでいたチェコスロバキア地域では、兵器製造も盛んであり、旧ワルシャー条約機構加盟国の共通ジェット、 練習機として採用された L-29 やその後継の L-39 は、東西陣営、軍民の枠組みを超えて、各方面から高い評価を得ている。冷戦末期から現代にかけて、これらの機体は、西側諸国の最新機器を導入することで、さらなる改良が進められており、L-59 練習機や L-159、軽攻撃機などへと発展するなど、 その基本設計の優秀さを証明している。チェコスロバキア解体に伴い、チェコ共和国の国軍は1993年に再創設された。創設時の兵力は9万人、これが1997年には6万5千人、1999年には6万3601人に減少した。その後も減勢を続け、2012年には、 文官と合わせて29,992人まで減少している。同時に装備の近代化とより防衛的な性格への再編が進行し、2004年には徴兵制を廃止する代わりに予備役の運用を開始した。北大西洋条約機構には1999年3月12日に加盟している。チェコ共和国は 国際連合と欧州安全保障協力機構の一員であり、多くの作戦、活動に参加している。その中には、デートン合意に基づくボスニア・ヘルツェゴビナへの展開や、湾岸戦争が含まれている。構成軍は、プラハの参謀本部のもとに、第601特殊部隊、統合軍と支援コマンドを置く。統合軍は、陸軍、空軍、 訓練コマンドと直轄の技術部隊を持つ。陸軍は機械化2個旅団と、砲兵1個旅団の、計3個旅団を保有している。空軍のナス三3 9空軍は、スウェーデン製、ャス三3 9グリペン超音速ジェット多用と戦闘機14機と、自国製 L-159 ア音速ジェット系、攻撃機24機を固定翼作戦機の主力としており、回転翼機としては、 旧ソ連ドシア製ミ -24 と、その発展型ミ -35-24 機運用している。防空旅団も空軍の管轄であり、ストラコニチェに基地を置く。第53偵察、電子戦旅団は統合軍の直轄部隊であり、オパバに基地を置く。予備役は、チェコ共和国軍の一部であり、軍に対する好意的な感情を作り出している。 志願者は8週間の訓練を要し、年に3週間以下の勤務と2週間までの非軍事的な危機に対する召集が行われる。予備役が海外派兵の対象となることはなく、現在ではミリタリー省に動員される程度である。なお、予備役への志願の資格は過去に徴兵された人に限られる。チェコはヨーロッパ通常戦力条約の加盟国であり、これによって、 戦車957両、装甲戦闘車両1368両、100ミリメートル以上の方767門、戦闘用固定翼機230機、戦闘用回転翼機50機に制限されている。召喚は対象以下の4階級となっており、2012年には22人、左官、以下は3階級で2140人、3318人と、 なっている。順位は5階級、6052人。歌詞館は3階級7399人。兵は2階級1158人。歴史上は、元水、自卒などを含めて召喚が10階級、遺官が5階級など細分化されていた。ただし、すべてが同時に存在したわけではない。ABC パーソネルサイズオブザディフェンスデパートメントイン1993から2012ミニスターボオブラニー2012年10月13日閲覧ディフェンスバジェットミニスターボオブラニー2012年10月13日閲覧スターティングポイントフォープロフェッショナルゼーションオブザーアームドホーセス2008年6月27日閲覧ヒストリーオブチェックミリタリーパーティシペーションイン オペレーションズアブロード。ミニスターボーブラニー、2012年10月13日、閲覧。AB、エキップメントサイズイン2012。ミニスターボーブラニー、2012年10月13日、閲覧。ランクス。ミニスターボーブラニー、2012年10月13日、閲覧。ありがとうございます。